クラマスフォールズはアメリカ合衆国オレゴン州デシューツ群に位置する都市である。2010年国勢調査での人口は26,215人であり毎年約8%の率で成長を続けている。市としては1910年7月6日に法人化された。カスケード山脈の東側、高地砂漠に位置し、オレゴン中部の地理中心と考えられている。 市の近くでは、マウンテンバイク、釣り、ハイキング、キャンプ、ロッククライミング、急流下り、スキー及びゴルフなど様々なレクリエーションの機会が提供されている。進歩的な市民サービスを提供しており、州内でも最も成長速度の高い工業と住宅の街の一つである。地域は15.5平方マイルあり、海抜3077フィートの平らな台地の上にある。 デシューツ群群庁所在地のベンド市からは北に15マイル、大都市ポートランド市からは144マイル、州都セーラムから129マイル、ユージーンからは126マイルの位置にある。ベンド都市圏に属している。レドモンド市が存在するようになったのは、オレゴンが州になってから45年が経った時だった。市名は、フランクティレドモンドにちなんで名付けられた。農業地帯だったので、 主要運河建設を担当した考え会社によって市の区画が決められた。姿勢を敷いた1年後の1911年、電気が通りオレゴントランクライン鉄道が通ったこともあって地域の農夫や商人に新しい市場が開けた。1930年に人口1000人となり、1940年にはその2倍近くになった。1940年代には アメリカ陸軍航空隊の基地として選ばれ、第二次世界大戦後にはロバーツ飛行場で商業便が運航されるようになった。その後の30年間、さらに1980年代の大半では人口が比較的安定したままであり、小さな商業、小売りセンターと製造業などでゆるりと成長した。しかし、1990年代にデシューツ軍の大半とともに、 市の人口が増加し始めた。2000年から2006年までの人口成長率は74.3%となり、毎年オレゴン州の成長速度の高い年に含まれていた。この2006年までの急成長で人口は23,500人にまでなった。その成長は雇用機会の増加や比較的低い生活費によって加速されている。レドモンドは 北緯44度16分8秒整形121度11分1秒、北緯44.26889度整形121.18361度、44.26889-121.18361に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は15.5平方マイルであり、すべて陸地である。 標高は3077フィートである。アメリカ国道97号線沿いにベンド市の北15マイル、スミスロックの南2マイルに位置している。標高が高いのでその気候は高地砂漠気候と考えられている。ホース溶岩道システムがレドモンド洞欠の地点で市内に入っている。このシステムを作った溶岩流はレドモンドキャニオンやその先まで流れ続けている。 レドモンドの気候は、高地砂漠気候に典型的なものであり、冷涼な夜と日照の多い日中がある。年間平均降水量は8インチと10インチの間にあり、平均降雪量は24インチである。冬季の日中温度は、下肢10度から下肢40度である。冬の夜間は、下肢0度から下肢40度である。農務省植物体幹性地帯マップによると、 年間平均最低温度は下肢5度から下肢10度である。オレゴン州中部の典型的な夏は日中の気温が下肢75度から下肢100度、夜間の気温が下肢60度から下肢70度というものである。夏の間はほとんど霜が降りない。秋は通常暖かく乾燥した日中と冷涼な夜となる。砂漠研究所西部地域気候センターによれば、 最も暑い7月の平均最高温度は1928年から2006年までで下肢82.09度だった。レドモンドの植物成長期間は霜がない時期が短いために極めて短い。アメリカ合衆国農務省国立自然資源保護庁によれば1971年から2000年の間の 半分の年で、レドモンドにある農務省速攻所が7月3日より遅い、また8月31日より早い氷点下の気温を記録してきた。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。レドモンド市最大の雇用主は、レドモンド空港にあるレドモンド航空センターである。これは、アメリカ合衆国ニア町高架消防隊とその訓練施設である。 PCC シュロッサーは市内で成長する製造業部門の一例であり、航空産業や医療産業のためにチタいものを作る事業で200人を雇用している。T モバイル USA は市内にコールセンターを稼働させ700名以上を雇用している。新聞ザ・レドモンド・スポークスマンは1910年7月14日に創刊した市内では 最古の連続して創業している会社である。発行者のヘンリー・パーマーとクララ・パーマーが、それまで発行していた、レードロー・クロニクルの印刷機をレドモンドに移し、今は廃刊した、オレゴンハブやエンタープライズ各紙と競合した。レドモンドの西6マイルにある、イーグルクレスト・リゾートは、オレゴン州土地保存、開発省が指定する8つのリゾート地の一つである。 レドモンド市の大きな雇用主の一つであり、デシューツ軍災害級の納税者でもある。レドモンド教育学区の管轄範囲は556平方マイルあり、小学校7校、中学校2校及び高校1校の計10校を管轄している。2006年9月26日時点の児童、生徒数は6892人である。小学校は幼稚園生から5年生。 中学校は6年生から8年生、高校は9年生から12年生を教えている。新しい高校を建設中である、ロバーツ飛行場の乗客ターミナルレドモンド氏は、地域内では唯一の商業便を運行している、ロバーツ飛行場の運営者である。航空会社としては、ホライゾン航空、スカイウェスト航空及びアレジアント航空がある。ポートランド、シアトル、デンバー。 ソルトレイクシティ、サンフランシスコ、ラスベガス及びメサに直行便が運行されている。アメリカ合衆国林野庁が消防活動の飛行場と訓練施設を運営しており、基地のオペレーターであるバトラーエアクラフトが消防活動のために DC-7 を飛ばせている。レドモンド市はアメリカ国道126号線と同97号線の交差点にあたる。 97号線はレドモンドパークウェイと呼ばれる高速道路である。BNSF 鉄道の幹線が市内を南北に抜けており、多くの企業のための引き込み線がある。アムトラックの最も近い駅は約75マイル南のチェモーにある。ここにはコーストスターライトが停車する。レドモンドを特徴づける植物賞としては次のものがある。ありがとうございます。